が8号線です。はい、どうもこんにちは。真っ赤なシャツを着ているのはトマトが好きだからです。はい、今日なんですけれども、みんなが大好き八番ラーメン、なんとここ八番ラーメンの本店なんです。本店はどこにあるかというと、石川県の加賀市ですね。加賀市に本店があります。八番ラーメン、最近外観八番ラーメンこんな感じでおしゃれになってますよね。本店ってどこにも書いてないから分かりにくいですけど、一応ここにちゃんと八番ラーメン本店と書いてあります。お客さんいっぱいそうなんで並びたいと思います。今なんかたくさん並んでまして、29番目なので、その間にいろいろとご紹介をしたいと思います。まず八番ラーメンの入り口になんかこういう24時間冷凍、お店の味をご家庭でっていう、なんか冷凍食品の自販機があります。八番餃子30個で990円、安い気がする。エビ餃子は30個で1300円で、八番チャーハン2パック2人前で900円で、八番の唐揚げ、八番は鶏の胸肉を使っているのでさっぱりとした唐揚げです、が800円で、今ちょうど夏のシーズンなんで、トマト冷麺、こいつを試食したいと思います。と、八番ラーメンはこうやって入り口から入ってドライブスルーっていう形でラーメンがドライブスルーできます。で、あんまり近寄ると反応しちゃうかもしれないんで、遠いところからになるんですけれども、うん、テイクアウトでトマト冷麺とか野菜ラーメンてか、もうほとんど頼めるっぽいですね。で、あとお持ち帰りで冷凍のさっき紹介した自販機で買えるようなものもここでテイクアウトとしてもらえるみたいです。ラーメンのテイクアウトってなかなか斬新ですね。じゃあまだ時間まで多少あるので、トキトキ、you
トマトですね。そうですね、トマトですね。
また皆さんも北陸地方の人とか最寄りの八番ラーメンがある方はぜひ行ってみてください。なんでやろう八番。はい、じゃあお後がよろしいようで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次回の動画でバイ。Thank you.